私は中華人民共和国国立交渉に位置する小直轄市。祝人口は155万人で、省内第2の都市であり、新大には国立交渉軍が駐在し、国立交渉地区の中心地として繁栄したが、新松東西鉄道が建設されると、物流の拠点がハルビン市に移行し、新中国成立後は国立交渉ともハルビンに移転した。 現在でも国流交渉西部の政治、経済、文化の中心である。氏名は、満州語では、父がるほとんで辺境あるいは、天然の牧場の意味である。また地域には十数種の鶴が生息する有名な湿地、ジャロン主然保護区があり、鶴城とも呼ばれる。国流省西北部のノンジャン平原に位置し、西は内モンゴル自治区のフルンボイル市、北は 黒川市、東はスイカ市、南は吉林省、白木市と接する。地域の北部と東部は商工安令の南陸にあたり、中部と南部はノンジャン中赤平原である。ノンジャンが市内を南へ流れている。欠片の気候区分によると、阿寒帯陶気象雨気候とステップ気候の境界に属する。陶器は非常に寒さが厳しく。 1>, 1月の平均気温は摂氏18.1度に達し、非常に乾燥している。夏は蒸し暑く、7月の平均気温は摂氏23.3度である。年間降水量は415ミ、mm、リメートルで、降水のほとんどが夏季に集中する。父春はダウール湖で、辺境、または自然の牧地を意味する。関心台にかけては、クイオ、随等台は、 失意の居住地であり、領代は東京道及び上京道の管轄、近代は川の佐古寺及びカラスコススムレツ東軍史の管轄とされた。現代になると、療養業商会原路秋代は八辻海辻福井を守るの管轄地とされ、新書はダウール族やしべ族の資料地とされ、後期初年の文献には占い先駆け村の名称で登場している。 1674年、吉林水志への平定による、ノンジャン西岸の父ガルトンへの頓練が開始。1684年には、羅折討伐のために、父春に下記へが設置され、軍事的な拠点としての性格を有すようになった。1691年、父春の軍事力向上を図った新朝は、父ガルトンに、木城を築城、後に、交通の便の良い占い形態に移転。 翌年300名の兵力を父春に派遣し、返境防衛に当たっている。1699年には、国旅行将軍がメルゲンから父春に移り、中国東北部における政治の中心地としての地位が確立された。新末の1905年、国旅行将軍の上層により国水庁が設置され、1907年に国旅行将が新設されると府省、父春城に定めた。 中華民国成立後も父春は政治の中心地として発展し1924年3月1日には省庁市政公所が1929年1月1日には国立交証条件省府市政局が設置されている。満州国が建国されると1936年に市政が施行された。新中国成立後、父春は前後してノンジャン省、クロドン省、 国流交省のショートが設置され行政の中心地とされたが、1954年に国流交省と松江省が合併した際に、ショートはハルビン市に移転している。2003年8月4日、旧艦東軍が遺留したとされた化学兵器が漏出して、市民44人が重軽傷を負い、うち1人が死亡する事件が発生、自衛隊の化学兵器処理班が父春に派遣された。 この事件により、中国の反日感情が高まった時期がある。中華人民共和国の行政区分を参照ななし、族つく、一研究市、八県を管轄する。父春市、編集のんじゃん線区、編集父春市、編集のんじゃん地区、編集父春,春市、編集市内には、計400教の学校がある。父春南駅中国の高速鉄道が、 運行されている都市では最も北に位置する。中華人民共和国の高速鉄道を参照。中華人民共和国の鉄道を参照。ありがとうございます。